はい、どうもジャクロでございます。第11弾、はい、監督紹介、今回からね、4バックの監督紹介をね、指導していきたいと思っております。はい、でこの動画はですね、それぞれの監督で、戦術を考案し、皆様に提案する企画でございます。スカットを組んだり、試合をする際に参考にして、実践して楽しんでいただけたら、大変嬉しく思います。はい、ではね、今回ご紹介する監督はですね、はい、こちら。はい、人気監督ですね。はい、ルイス・アルベルト・ロマン監督。まあ、グラウディオラ監督ですね。はい、マンチェスターシティの監督ですね。はい、4123ですね。はい、マネジメント力も高いので非常にスカットが組みやすいですね。はい。で、ポゼッション、ショートパスサイド、流動的フォアチェックサイド、アグレッシブが、オフェンシブで、ディフェンシブになりますと、攻撃エリアが中央になって守備がリトリート、セーフティーになります。はい。まあアルベルト・ロマンはね、やっぱりこう攻撃のしやすさっていうのがやっぱり、醍醐味になってきますので、今回はオフェンシブ戦術、こちらを使っていきます。はい。で、サポート距離はね、割と広めの6ですね。で、ディフェンスラインがね、7と割と高め。で、守備のコンパクトネスっていうのは7。守備の時にはやっぱりギュッと、はい絞った形で守備をしていきます。はい、グラウディオラ監督に関してはやっぱり幅広くフィールドを使って、ポジショニングしながら、ボールを回して、前線にですね、はいシュートを打つ時間とスペースを与える、これがね非常に有効になってきます。はいでこれを実現するために、役割を与えながら、人選していきたいと思っております。はい、ではね早速、人選解説していきたいと思います。はいでねこの動画を見てね、楽しんでいただけましたら、チャンネル登録高評価ね、ぜひねお願いいたします。はいではですね今回はねちょっと、攻撃陣からね見ていきましょう。はいまず、センターフォワードはい。今回はね、スピードのあるラインブレーカーを、採用しております。やっぱりスピシュン、オフェセン、決定力、これをね、まあ、重視して、人選しております。はい、今回は、はい、ムバッペ、を採用しております。まあ、候補選手としましては、まあ、ラッシュフォードとか、オバメヤン、FP バーディ、ジェズス、なんかがおすすめですね。はい、爆速系のラインブレーカー、これがおすすめですね。はい。役割っていうのが、一瞬で抜け出して素早くシュートを打ちたいっていうところと、まあ、相手のマークを引きつけて、スペースを作りたいというところこの2つをね、やっていこうというところでこの人生になってきます、はい、で続いて、ライトウィング、はい、ライトウィングに関しては、サイドに張って突破できる選手、まあ、ウィングストライカーになります、はい、でグランダークロスもね非常に有効に なってきますのでこちらが、できる選手はい、アシスト能力ですね。で3つ目が、決定力ですね。やっぱり、サイドからもしっかりゴールを狙っていきたいというところで、この役割を担っております、はい今回はロナウドを採用しておりますが、候補選手としましてはスターリン、エベルトン、エンヒキ、マネ、インシーニエ、レロイザネ、アザール、こちらの選手が、まあ、おすすめですかね。はい続いて右側ですね右ウイングライトウイングに関しては、今回インサイドレシーバーを採用しております、はいまあ、基本的にはメッシかサラーっていう形になってきますね、はい、役割にしましては、ウイングの役割とトップ下のフォローですね中の枚数を増やして、チャンスを作るというところもあります、はい次に決定力ですね、はい、やっぱりフィニッシャーとしても使いたいとはい、その次に、センターフォワードと、ライトウィングが抜け出すためのキープ力、まあ、引きつける力といいますかボールキープですね、はいで最後に、まあ、スルーパスが出せると、はいまあ、スルーパス持ちじゃなくてもいいんですけど最後に、まあアシストできるという力も必要ですね、はい、でこのインサイドレシーバー持っていなければ、まあ、ウイングストライカーで OK です、まあ、左側と同じような役割で、ね組んでいただければいいと思いますまあ、FP ベールとか FP ニャブリもね、非常に優秀ですのでこちらの選手でも構わないかなと思っております。はい、でこのフォワード3トップ厳選しましたが、フィニッシュは基本この3枚で、どのポジションが抜けてもゴールを決められるようにしていきたいというところで、解説していきたいと思います。はい、続いてトップ下ですね。はい、この、先ほど人選した3トップの選手との相性の良いプレースタイル、こちらを、ね、中心に組んでおります。はい、今回は1枚 OMF で1枚 CMF にしております。はい、まあ、CMF から、解説していくと、まあ、守備力が高くパスが、うまい選手、まあ、今回はハードプレスの、観点を採用しております。あとはドブリングぐらいですかね。はい、やっぱりちょっとグラウディオラ監督、攻撃しやすい反面、守備が、ね、非常に脆い、まあ、しづらいというところがありますので、まあ、守備の不安を解消したいというのと、ポゼッションやラストパスというところはもちろん、ね、役割として担っておりますので、こちらの、まあ、役割が果たせる選手というところですね。まあ、できるだけワンパス、ルーパスは欲しいかなというところ。はい、で持ってない方はプレーメーカーでもありかなとは思うんですけど、少しね後ろ気味になるのでちょっと距離感が必要です。なので、まあ、インサイドレシーバーの、メッシがいる、下のポジションに置いた方がいいのかなと思います。はい、で続いて OMF、こちらはねチャンスメーカーですね。はい、まあ、より良いポゼッションを実現するために中心となる選手、になってきます。パス能力は、ね、必須ですね。はい、ワンパかスルーパスは絶対持っておきたいというところですね。パス能力が高ければワンパなしでもいいのかなと思っております。この選手がね今回、ジョアン・フィリックス、採用しておりますが、まあ、デブライネ、フピジアシとか、でもありかなと思っております。はい、まあ、いなければね2列目の飛び出しでもありかなとは思いますが、できるだけチャンスメーカーの方が望ましいですね。はい、あとはミドルが、打てるキック力と決定力も欲しいのと、まあ、オフェンス能力に長けた選手っていうのが、望ましいかなと思います。はい、で続いてアンカー見ていきましょう。はい、今回はね先日ねなぜか紙引きしてしまいまして、はい、ベッケンバウアー入れております。はい、こちらはねアンカータイプか、センターバックのコンバートかハードプレス、こちらがおすすめですね。はい、主に、まあ、守備とパスというところの役割を担っておりまして、まあ、マンマーク、インターセプトと、ワンパスルー、まあ、できるだけ多く持ってた方がいいかなと思います。まあ、時には、ね、センターバックの1枚として、まあ、フォローできる、選手がいいですね。まあ、できるだけスピードはあった方がいいかなというところになります。まあ、候補選手としましては、バリオス、カンテ、ゾブニ、ロドリ、まあ、今回使ったベッケンバウアーとか、まあ、そういったところがねおすすめですね。あとは、まあ、ビエラでもいいですかね。はい、ビエラもありです。はい、で続いてね、ディフェンスいきましょう。4バック、はい、今回はですね、1サイドバックの3センターバック、はい、こちらを採用しております。はい、まあ、守備の安定を図りたいというので、今回採用しております。あと私が3バックには慣れてるっていうところになって、おります。はい、でサイドバック、今回左側にサイドバックを置いておりまして、まあ、守備力と、まあ、フライパス、あとは、まあ、左のロナウドと一緒に、サイドを抜ける、まあ、手助けといいますか、まあ、というところにもなってきます。まあ、今回はねロバートソンを、採用しておりますが、まあ、控えにマルディーニとか入れてね、代用していければマルディーニの方がね守備力が高いので、そちらでも大丈夫です。はい、であとはねマルセロ・アラバ、FP ティアニーとか FP チルエル、まあ、そういった選手でもいいのかなとは思います。はい、で続いてセンターバック、これはですね左側、ロバートソンの、ね、横の選手は、ハードプレスかオーバーラップの、なるべくラインが安定する、ね、スピードがある選手がいいですね。今回はクリバリーを、採用しております。まあ、左側は、ね、どうしても上がってしまうので、ねここにビルドアップを置くと、裏を抜かれる可能性があるので、こちらに関しては、あまり上がっていかない選手がふさわしいですね。はい、で真ん中の右側、こちらはまあ基本ハードプレスでもいいんですけど、まあ、ビルドアップでも問題なかったので、まあ、こちらはビルドアップの選手でもいいかなと思っております。まあ、非常にディフェンス力があった方がいいですね。はい、まあ、シュクリニアル今置いてますが、まあ、全然マノラスとか、はい、まあ、そういった選手でもありかなと思います。はい、で一番右側、今回はねサイドバックを採用しておりませんが、その代わりねビルドアップの選手で、パス能力がある、なるべくスピードもあるというところで、ファンダイクを採用しております。あとはねバランとか、まあ、アンカーで起用しているベッケンバウアーとかマルディーニの、まあ、代用でも全然ありかなと思っております。はい、まあ、足元がうまくて足が速い選手、まあ、かつ守備力があるというところですね。はい、でアスピリクエタを持ってる人は、ライトサイドバックでも OK かなと思っております。はい、これで結構まあ守備は安定するかなというところですね。まあ、どうしてもメッシが中に入ってくるので、右側空きやすいというところで右に守備を固めております。はいというところですかね。はい、でゴールキーパーはね、この監督非常にラインが高いので、まあ、攻撃的 GK の方がまあ割と助かる場面が多いかなっていうところになります。はい、まあ、人選はね以上になりますが、まあ、ここでまあ簡単にスカットのね、まあ疑問っていうところをお話していきます。はい、でまずねメッシとサラ、はい、控えこんな感じにしてるんですけど、メッシねメッシを OM 右の OM に置いて、ウィングにサラーはどうなのかっていうところなんですけど、どちらもねインサイドレシーバーでせっかくねこの監督は幅広くね、フィールドを使うっていうところのポジショニングなので、まあ、この2人ですとちょっとポジションがかぶってしまって詰まってしまうっていうところにやりにくさを感じたので、あんまりこう、まあ、同時に起用っていうのはなかなかこの方面では難しいのかなっていうふうに思いました。まあ、慣れてる人だったら大丈夫なんですけど、僕はちょっとやりづらかったので、まあ、共存はできないかなという、結論に至りました。はい、で次にですね2列目の飛び出しどうなのっていうところなんですけど、これもあんまり相性は良くなくて、まあ、センターフォワードがメッシ、ロナウド、ポストプレイヤーならまあ割と相性いいかなという形になります。はい、あんまりね、前3枚が結構抜けていくので、この中盤も抜けてしまうとね連携がちょっと取りづらくなるというところになるので、あんまり、まあ、使わないです。はい、まあ、最後にねどうしても点が欲しい場合は後半から出すといったような形ですね。はい、あとはセンターフォワード、これはねポストプレイヤーもありかなと思っております。はい、でボックスプレイヤーはちょっと微妙でしたね。少し使いづらかった印象です。はい、で次にですねメッシの OMF はどうなのっていうところなんですが、メッシの OMF に関しては2トップ 1OM とか1トップ 2OM とかならありかなと、まあ、点に絡める、ポジションの OM だったらありですね。で今回の方面ではどうしてもねパス中心になってしまううちになるので、やっぱりメッシはねフィニッシャーとして使いたいなっていうところで今回 OM では起用してないです。ライトウィングか、センターフォワードの方が、いいかなと思っております。はい、あとですね、まあ、この監督はですね、まあ、一定の距離感をね持ってパスを回したいっていうことがありますので、まあ、プレースタイルの組み合わせっていうのはよく考えながら人選していただければなと思っております。はい、まあ、攻撃に関してはサイドの監督なので、まあ、サイドからしっかり組み立てるっていうのが大事で、まあ、強引にね中央で攻めるとやっぱり詰まってボールを取られてしまいますので、まあ、サイドを抜けて、相手ディフェンスをですねサイドに十分引きつけたところで、中央の抜け出しを狙ったりですとか、まあ、クロスを狙ったりした方が、まあ、攻撃しやすいかなと思っております。はい、監督の特性を生かしてね幅広くフィールドを使いながらポゼッションするのがやっぱり一番いいのかなと思っております。はい、でグラウディオラ監督はですね、まあ、いろんな戦術が考えられていて、まあ、割と自由な組み合わせができるので、まあ、楽しいし、まあ、使いやすいですね。はい、初心者の方はね、特におすすめしておりますし、まあ、オンラインマッチでも全然いっぱい出てくるので、まあ、非常に強い監督だと思います。はい、ではね、今回はねこの辺で、人選解説を終わりたいと思うんですけども、まあ、4バックの監督ねこれからまた、しっかり解説していきたいので、まあ、自分に合った、監督をね皆さんが見つけられたらなと思っております。まあ、ここで出てこなかった選手とか、どうなのっていうのがありましたらねコメント欄でね、質問していただければなるべく、まあ、答えさせていただきたいなと思っております。まあ、私が使ったことない選手に関しては、まあ、ちょっとその能力とかスキルを見ての判断になってしまいますが、気兼ねなくね、コメントいただければなと思っております。はい。ではそれではね、またウィニングイレブンアプリ2020で会いましょう。それではまた、さよなら。